こんにちは、です。よろしくお願いします。実は、昨日のね作業の後、ちょっといろいろ裏作業的なことを、しまして、まあ、この村って、なんか静かになりませんでした。なんか急になんか閑散としてるよね。そうだね、あの死ぬの死死因が流れとるわ。死ぬの死の死因がっていうのも、まあ、僕らがね、あの下でゴニョゴニョしてる間に、あの村人たちが全滅しましたね。これはでもしゃあないよね。しゃあないんですよ。そう、俺は仕方ないと思うよ。一応ね、やったんですけどね、こういう松明とかね。そうだね。まあまあ、甘かったと。まあ、しょうがないよね、これは。心を痛めていたら、なんと、こう、村人ゾンビで、まだ生きてるんですよ。ほんとや！あ、しかも自分な、ドラウンドが、ドラウンドになってる。ちょっと待って、ちょっと待って、それ。え、3人いたの？ほんとは。はい。え、あら、マジのドラウンドになるんだ。じゃあ。あれ？ちょ、あ、痛い痛い痛い、あ、やばい！あかん！あ、あ、あ、これは。もう噛まれたで、小道にゾンビ化するわ。一回僕死んだ方がいいかな。あ、そうなの。登れ。登るとこいつらも登ってきて燃えちゃうんで。あ、そっかそっかそっか。まあここに、あ、いるいる。でもツッチとジコちゃん名前つけたんですよ。あ、名前ついてんの。はい。あ、本当だ。いる。あれ、ドラウンドじゃなくなったの。ドラウンドはあれ今どこ行ったの。あ、あったあったあった。あ、奥、あ、別でやったの。なんていうの、ちょっと奥があるんだ。はい。どうしような。どうしよう。これで、あっつっ、あれ、それ登るんじゃない。これ登るで、すぐ止めて、すぐ止めて、すぐ止めて。あれ、ブロックある。ブロックない。ブロックない、ブロックない。痛い。おい。おい。おい。絶対ぐらい。あそこら辺の食料はもう捨てとこう。で、ここに今、ツッチ、ギコちゃん、あともう一人ね、名もなき村人ゾンビがいるんですけども、こいつらをね、浄化すればね、また村人は無限に増えますので。なるほど。まだ終わっちゃねえってことだよね。そう、僕らの戦いはまだ終わっちゃないんですね。で、もう一集落ありまして。え、そうなの。はい、こっちにもいるんですよ。あ、本当だ。あ、ドラウンドもいるけど。でもね、ここは結構ドラウンド化しちゃったんですよ。あらら、なるほど。まあ、しょうがないね。全部しょうがないで片付けます。いっぱいです。で、一回ちょっと寝ましょうか。はいはい。ここだから。おはやちわー。おはやちわで、まあやってね、ドラウンド化したらいけねえっていうことでですね、持ってきましたよ、スポンジボブ。お、マジで。おおおお。スポンジボブ。あ、戻って。はい。一回初期リスまで戻って、おやっぱそれだけのね、ことを僕らはしてしまったんで。そうか。なので、いきますよ。うん。よいしょ。おお。よいしょ。お、いいね。これで、よいしょ。おお、いいぞ。もうちょっと。よいしょ。気持ちいいな、このスポンジで水抜くの。お、いけた。甘くとか。オッケー。あ、横から流れてきてる。まだもうちょっとあるな。ね、あるけど、まあ、これではもうどっちみちドラウンド化はもうないでしょう。そうだね。なんでまあこれで、オッケーだ。よしとしましょう。うん、じゃあ彼らをね、はい、まあ、いつか、いつの日か浄化したい。そうだね。けど今じゃないんですよね、やっぱ。浄化する材料がないもんね。そうなんですよ。材料はね、でもね、意外とあるの。意外とあるんですけど。意外とあったりするんです。ちょっと足りないんですよね。ああ、なるほど。ここに発酵した雲のね、これでもうジャックアップポーションで、あ、そうそう、今日は、まあ、何にしてもその向こうとの交通の便が悪すぎるってことで。そうね。あ、そっか、初期リスの方に戻るのに。はい。すげえ遠いもんね。そうですね。黒曜石10個も集めてきましたね。あ、マジで。ってことは何この3分間の。なので、ちょっとこっちの方に作れますか。おい、なんかね、これ自殺の名所やね。待てよ、危ねえ。ほんとや、何も丸すぎる。ここに本当にもうベッド作りますね、まず。しまった。キムチしね、結構。ああ、あるんすね。ある。で、行く道中でブレイズロット1本ぐらいね、拾えたらと思います。なるほど。あ、そうそう、エンダーパール、エンダーアイとエンダーパールも、9個集めといたんで。え、マジで。もういつでも早っ、エンドラーとこ行けます。あ、そうなんだ。これが一番大変やと思った。いや、実際大変です。実際大変です。大変だ、大変だね。そうなんや。何時間かかった。よし、これでいいっしょ。よし、行こう。行くよ。うん。ちょっとつけて。で、アンジ、あ、俺先入るわ。はい。ちょっと待って、なんか殴られてる。嘘。え？あ、やっぱそうやんね。どういうこと？あ、まだ来ちゃダメ。嘘。あ、行っちゃった。やばい。アンジーズをそこに持って。ほら。
やっぱここに来ちゃうんですよね。あら、なんで？ネザー側からも作らないかもしれない。ネザー側から作らんとセーブされるんだもんね、うん、っていうことだ、アニキーズで。だから、アニキーズの今の座標だよね。1200の700ぐらいって言って、1016の704、1で割ると127の88。ってことは、また国王石あと10個。マジか。国王石もねえよ。失ったよ。ダイヤのツルハシ失ったんだ。マジか。でもまあ壊れかけでしたからね。猫もこっちょうどよかったわ。ちょうどよかった。ごめんよ、小道。あれは前に出た僕悪いです、ね。ダイヤパールがあるね。ダイヤモンドね、向こうにあるね、確か。一回入って出ればいいか。あ、そうだね。真っ逆さまにもう、真っ逆に。必要以上に向こうに飛んでたいんだよ、小道が。はい。ビヨーンって。ジャンプしてました。エリアルレビューみたいな。まあでもエンダーアイとかその辺の致命的なもん持ってなくてよかった。よかったね、うん、エンダーアイはやばいね。あれスポンジしまってたかな。あれスポンジ取ってないんじゃない。取った、まだ。いや、手持ちのスポンジを入れたっけなっていう。あ、なるほど。怖い話。入れたってことにしとこうよ、はい、とりあえずね。石原来たじゃない。え、こんな期待があったの。石原石原じゃない、うん、持ちで言うと、エイサーホイサーの時に思いっきり手挟んだ感じですね。バチーンってまさにそれやね。 指挟まる、うん、ほんと、あと 0.1 秒、あとでも先でも。ブレイズロットいるんだっけ。ブレイズロット、はい、1本は今2本手に入れた。ナイス。あれ俺寝てないで、あかん感じこれ。俺も寝てないよ、兄貴。あ、ナイス。うん、寝るつもりもない。そうだね、まったく。はい、10個。はい、ありがとう。じゃあこれと、うん、内金を持っていけば、うん、つながるでしょう。そういうことだね。じゃあもう兄貴こっち行っていいわ。うん、今猫なんか倒れ、いらんことすぐに言える。わかるやろ。しかも、うん、しかも猫ちゃんって。ちゃん、ちゃん付けして。ちゃん付けして。あ、でも好感度上げようと。え、めちゃくちゃおるよ、なんかネザーに猫。そう、今送り込んでます。撃たれて。自分のエゴに猫を巻き込んだ。巻き込まれたな、猫たちが。3匹ぐらいおる。猫を飼いたがる俺、どうみたいな。え、ミキ猫でも下の方落ちるまでじゃん。え、落ちたっていうか、行っとるけど、なんか、あ、でもここにいるわ。自分のエゴに猫を巻き込んだ結果がそれやわ。末路がそれやわ。末路がね、行く末が。よっしゃ、はい、今行くぞ。こっちだな。そっち、こっちの、うん、こっちの上で、こっちだな。え、出る声やん。え、死ぬんじゃない。こっち寝るやつやね。こっち寝るやつですね。あっちに階段あります、ね、はい、作ってる。え、そう、コミチンズショートカットがあるよ。なんだ。え、石のハーフブロックってこんなん。これ石変わったでしょ。え、嘘、こんなんダサくなったんですよ。石のハーフ、ダサみが、うん、ダサいっていうか、これ新しいですね。あの、なかったですよ。え、うん、石のハーフって、石のハーフってもっとなんか白い感じです、うん、だよね。あれがなくなった。え、この間だってあれじゃん、あそこの、あそこにあったじゃんね、あのエンドポータル探しとき、あの、はいはい、ハーフ。あれは石ハーフじゃなかったんじゃないですか。じゃなかったんか、変わったのか。実はあの時あったのは磨かれたこれだったんです。なるほど。あ、これなのかな。この後言われたらこれじゃないですか。そんな気もしてくるよね。こっちまだ2回だと、もしかしてこの。ここだ。お、ここ、もうここです。ジャストここ、ここですね。近っ近っ。歩くと、あんなに歩いたのに。はい、あんなにボートこいだのにね。え、まあそうですね、8倍速ですからね。そっか、うん、行きます。はい、お願いします。さあさあさあ、2個いけるのかな。いけるでしょう。おーおー、来た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 、すげえ、やったー、よっしゃー。これはいいぞ。
これでめちゃくちゃ便利になりましたね。ね、本当にあの悲しみの全ロスはありましたけど動画の盛り上がり的にはね、そうだね、あの山場ピークでしたからあ、ここピークやったね、はい、それはそれでよかったですね、うん、じゃあそんな感じで、はい、終わりたいなと思います。はい、明日は、うん、ちょっと村人のね、うん、なんだろう、再生ですか。あ、そうだよね、村人の再生をもうして、うん、そっからですね、エンドラ討伐は、ね、あ、そうだね、まずあの、迷惑かけた村人さんたちをちょっと、そうだね、浄化させてからね、そうですね、なんかケツ拭いて、はい、そうだねという感じにしたいと思います。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。